西東京バス大型営業所。西東京バス大型営業所は、東京都八王子市下大型町281の、一に位置する西東京バスの営業所。シャバンの営業所記号は D。八王子市西部地区、大型、高尾地区を所轄エリアに持つほか、金沢、高松方面への高速バス、観光バスを担当する。八王子西部地区の一般路線について記述する。 共感路線である。八王子駅から、甲州街道、神馬街道を通り、音型エリア、西寺方、上音型、下音型へ向かう路線。京王八王子駅放送寺団地入口までは、全系統で同経路を通る。高尾駅へ行く、元八零三、九、八十四も、四ツ山までは同じ経路を通る。2006年9月1日。 八王子市西部地区路線再編成によって、宮間町行きが高尾駅始発、高三十四零円十二、小津町行きが音型車庫、現、音型営業所始発、音01となった関係で、八王子から宮間町、小津町方面への接続の利便性向上のため、人十六の終着が、音型車庫から、繊維団地、現、音型ターミナルに変更、系統番号も、 人例4へ変更された。2007年9月1日、人例1で、宝渉寺団地構内の周回運行を日中に限り、開始した。2010年4月1日、横川町住宅周辺を、循環運行する人12、市12が新設された。2015年3月31日を、もって、循環運行終了を、人12廃止ほか、人例2で早朝に限り、 大型車庫始発を新設。これにより、人霊2は往復運行となった。人霊4の一部の便は、終点の大型ターミナルで、高尾駅から来る霊園22系統、宮間町駅と接続する。同様に、人霊5系統は、終点の大久保で、高尾駅から来る霊園32系統、神馬高原下業と接続する。高尾駅から、 宮野全経由で、四ツ谷、八王子、大久保方面へ向かう。2007年4月2日、西三十一元八二十一を日中のみ、新設した。2007年9月1日、高十二元八十一で、早朝の一部便を除く終日にわたり、ホーメストタウン住宅内の循環運行を開始した。元八二十一は、並木町、長房団地から、 川町方面へのショートカットとなる、筒子が丘トンネルが2007年2月22日に開通したことにより新設された。元ヤゴトム書、グリーンタウンの経路が同様である、元パチ01と共に、この区間の道路が、共愛路のため、小型車で運用している。日中の運行は、おおむね元パチ16が、毎時2本、元パチ11が、 毎時1本で、高尾駅北口ホームストタウン間は、毎時3本になるように設定されている。西八王子駅発着系統は、元パチ21は、毎時1本程度の運行。2009年4月1日元82が新設され、元パチ11と同じくホームストタウン住宅地内を循環運行する。2010年4月1日に、元パチ04。 現86が新設され、84元803が朝夕運行。2015年9月1日より、元804の平日1本を除くほとんどの便が、横川経由の、元803に変更。元8 1 2が、ホームストタウン行きの、元801の一部と統合し、元8 1 6となった。その後、元804は1日数本に増便された。高駅から、 霊園正門経由で、川原宿方面へ向かう。2006年9月1日の八王子市西部地区、路線再編成により、八王子駅発着だった神馬高原方面、高34霊園22、高33霊園32が新設された。霊園22は、大型ターミナルで、神霊4と、霊園32は、大久保で、神霊5とそれぞれ接続するため、 八王子方面とのアクセスが可能となっている。霊園22、霊園31の大久保、宮間町方向は、高尾駅発21時までの運行で21時以降は、霊園経由ではなく、ホーメストタウン経由の元パチ13、元十3現84に振り替えられる。高尾駅方向は、終日、霊園経由で運行される。なお、霊園32系統の神馬高原下行は、 シーズン時はハイカーで、続行便が出ることがある。また、霊園32系統の大久保、神馬高原下間は、カーブが多くまた、道が狭いため、二人乗務となる。霊園22系統、元84系統の中井宮間長官と、霊園32系統の大久保、神馬高原下間は4月1日から11月30日の、休日を除き自由乗降区間となる。 JR 八王子駅及び西八王子駅から、甲州街道を経て、長房団地、城山で方面へ至る路線である。2013年4月1日に、京王電鉄バス、八王子営業所より監された。同年9月1日には、京王八王子駅、長房団地線、802の京王八王子駅、長房団地ふれあい間マイナス城、山手線、 801町81への統合、西八王子駅北口城山マ高尾駅北口線、町85新設等の改正がやれた。2006年9月1日の八王子市西部地区、路線再編成によって新設された。西八王子駅、三村橋は2005年に廃止された西10.11と同経路を通り、 南瀬橋繊維団地は廃止された、神12と同経路を通る。宝章寺団地入り口で、神1.0405と接続するため、八王子方面とのアクセスが可能である。2015年4月1日には、加納屋付近の渋滞を避けるルートとして、大型ターミナルから、中央道八王子バス停下を経由して、西八王子駅へ向かう系統、ウェルエニが新設された。 1990年代半ばまで、イスズキュービックが主体であったが、それ以降は他営業所に習って、日産ディーゼルスペースランナー JP などの、日産ディーゼル車が多数導入された。2008年11月現在は、日産ディーゼルスペースランナー RA、イスズエルガノンステップが、主力として活躍中である。なお、このイスズエルガの大量導入により、2008年に、 キュービックはすべて淘汰された。また、西東京バスからの委託路線用として、多摩バスで運用されていた車両の一部は、西東京バス都職のまま残存していたが、2006年より、JP ノンステップのみ、多摩バス都職、青色へ、都職変更がされ。しかし、再度西東京バスに路線が移管された際には、どの車両も、 多摩バス都職から西東京バス都職への都職変更はされず、西東京バス都職の車両は、車門並びに西東京バスの表記を取り付け、多摩バス都職の車両は、今まで多摩バスのロゴがあった箇所に西東京バスのステッカーを貼り付け西東京バスの車門を取り付ける、という策が施されている。2013年には、京王電鉄バスからの長房団地、 白山の手線遺憾に伴い、これまで当該路線を運行してきた同社、八王子営業所から、日のレインボー HR 重量が当営業所へ転属された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。